私が考えた就任後の活動はまずこちらです。私のままではもう素敵な曲なのでもう大ヒットは間違いないんですよ。でもどうしたら大ヒットするかをジャケット写真をすでに用意してきちゃいました。はいはい、ジャケット写真ということで、はい、皆さんにもこちらです。どうですか、ね、かわいい。ちょっと皆さんなんか微妙な顔されてるんですけどもこれめちゃめちゃ素敵ですよね。ぴったりですよ私たちにね。田辺さんなんかさ女性誌のさ表紙みたいじゃない。いやそうだよ、これもどの雑誌もいけるよね。いける。かわいいんだけど、うん、最高。ちょっと気になってたんだけどさ、これなんで春ちゃんがセンターなわけアイドルグループのセンターは一番可愛い子がやるでしょ。だから私、いやだったらさ、うん、私がセンターだよね。いやもちろんボル塾のセンターは田辺さんしかいませんよまあね今意識してることはこれですね、すいません、3食の献立に必ず野菜を入れる。あら、すいません、なんかまた食べ物の話に献立洗顔を今までこう手でゴシゴシゴシって洗ってたんだけど、それをあの泡立てネットにして泡立てて乗せるだけ洗顔やるように、もう自分の顔をもう優しく優しくしてます。肌に優しくするとやっぱ肌も応えてくれる。ちょっとあのうさんくさいモデルみたいなこと言っちゃったけど納豆です。納豆、はい、納豆、うん、もうそもそも自分が大好きなんですけど、うん、本当に納豆を食べてればなんとかなると思ってて、うん、トーストにも乗せますし、うん、もちろんご飯にも乗せますし、豆腐とかにも乗せますし、いい、ね、なんかあとちょっとやんちゃしちゃうときはカップ麺とかにも入れちゃうんですけど、やんちゃ呼ばわり、はい、私はたくさん食べ、たくさん寝る。あー、いいね。本当にボル塾食べ物ばっかりですね。本当申し訳ない。いやでもこれに尽きます。うん、そうね。全てのメンタルがこれなんですよ。食べてよく眠る。これで本当なんていうんだ、自律神経とか。肯定感、自己肯定感とか高める自信につながる、うんうん、これです。美容で気をつけてることか、ね、やっぱあの美容好きの友達たちからね知識を得ることね。なんかね、うん、田中みな実さんのお家とか遊びに行くとね、あの本当お土産でね10種類ぐらいの化粧品をくれるの。いいなぁいっぱい、これお肌によくて、これなんか私知らなかったんだけどさ、化粧水の前に塗る導入剤っていうのがあるらしいよ。知ってた、知ってた。なんかそういうのとかをもらったりとか、だからこういうの、そういうのいつももらってばっかだったから、ちょっとあの今回私があの塗る発酵のバームをちょっとあのお土産に持ってってお返しあげようかなって。でも田中みな実のねワンちゃんね、あのねすっごいあのこっち来るから、あの絶対取られると思う。田中みな実にあげる前に犬に取られるワンちゃんが取ってっちゃう。やめて、あの田中みな実さんの犬の情報どうしよう、犬に取られちゃった